モデルプレス2024年9月23日女優の吉高由里子が主演を務める NHK 大河ドラマ光る君へ総合テレビ毎週日曜午後8時 BSBSP4K 毎週日曜午後6時 BSP4K 毎週日曜午後0時15分の第36話が22日に放送された エモという演じる藤原道長の振る舞いに注目が集まっている。ネタバレあり、吉高由里子主演大河ドラマ、光る君へ、平安時代を舞台に、壮大で精緻な恋愛長編、源氏物語を書き上げた紫式部、真広を吉高が演じ、源氏物語、執筆に欠かせない一人の男性、藤原道長をエモが演じる。ドラマでは紫式部が障害心を寄せ、 陰に陽に影響し合いながら人生をたどる生涯のソウルメイトに。脚本は大石静香が担当する、光る君へ、真弘吉高由里子、安土道長、江本タスクの関係が噂に刊行5年。1008年、一条天皇、塩の昭久、の中宮、秋子、三上愛、がついに解任。真弘は、 漢文を学んで一条天皇を驚かせたいという昭子に漢文を教え、出産が近づくにつれて不安になる昭子に寄り添い支えた。その後、昭子は道長の念願だった王子、厚平、厚平、新皇、後後一条天皇を出産。厚成新皇の誕生50日目を迎えた夜、土御門殿では、ご当日、イカ、の木、現在の奥井染めの祝い、が開かれる。 縁では、道長の、ブレイゆえ、みなみな心ゆくまで楽しんでおくれ。いくらでも酔ってくれ、の一言で公家たちは羽目を外し、金刀、町田啓太は酔った勢いで真宙に絡んだ。その様子を見ていた道長は、藤式部、と真宙の名を呼び、手招きする。騒いでいた公家や女房たちの視線が二人へ集まる中、道長は真宙に、何ぞ歌を詠め、とリクエスト。 マヒロは困惑しながらも、いかにいかが数えやるべき八千歳のあまり久しき君が見ようばと読んだ。道長は、さすがであるなと感心しながら、明日図の世は必死あらば君が世の千歳の数も数え取りてむ、と変化し、マヒロと道長の中を怪しんでいた左衛門のないし、菅野里央、ラ女房たちは、あうんの呼吸で歌をかわせるなんて、と疑惑を深める。と子、黒木か、は、